痛いかもしれないぜ。 知れないと思って勇気を出してここまで来たんです。アリスさんの糸のおかげで迷わずに済みました。なんでなんでなんで、どうして私の邪魔をするの。壊れろ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 。
光なら私が屈折させるし、超音波は私がかき消すよ。まさかお前たちに助けられるとはな。それじゃあ私は最後の一仕事をしてくるぜ。よっ、バカにして、大事よ。死角から私のツタでさせない。騎士ドールオブラウンドテーブル、私の能力にかかればあなたのツタの動きなんて一目瞭然なんだから。ナイスアシストよ。このよう、フラン、好きだらけだぜ。さて、フラン、ちょっと痛いが我慢しろよ。お前の後ろのでかいやつを私の最大火力で吹き飛ばす。終わったら妖精の国で遊ぼうぜ。弾幕はパワーだぜ。これでも食らいな。魔法、マリサさん、マリサさん、マリサさん、頑張れ白黒、チャンハイ、マリサ、私やっぱり王様になるのやめとくわ。なんで、あんなに乗り気だったじゃん。異変を解決したおかげでみんなの支持も得ているのに。真面目な話、私は王様としてこの国を守ることができなかったからな。そんなことないです。おいおい、最後にお前らが助けに来なかったら私はやられていたんだぜ。よく頑張ったな。お前らは私の命の恩人だぜ。私たちが命の恩人？だからこの国を守る王がいるとしたらそれはお前たちだ。元王様の私が認めたんだ。自信を持っていいと思うぜ。でもその時は協力するぜ。異変解決の専門家兼お前らの友人としてな。うん、それならなんかうまくいく気がしてきた。そうね。うんうん、やっぱ妖精はこれくらい単純じゃないかな。それじゃあいい感じにまとまったことだし、国を挙げて異変解決のお祝いでもするか。はーい。大精霊寺も元に戻ったし一件落着ね。そうだな。あのマリサ、ごめんなさい。私、おお、姿が見えないと思ったら。これから異変解決のお祝いをするんだ。この私が直々に妖精の国を案内してやるぜ。でも私のせいで妖精さんたちは迷惑したんでしょ？許してくれるかな？心配するなって。こういう時のための元王様だ。妖怪と妖精の橋渡し、最後の仕事にふさわしいじゃないか。ついてこい、フラン。フランドール・スカーレットを紹介してやるぜ。